こんにちは、つちのかです。さあ、今日の電波人間なんですけど、金曜日と土曜日の今間に撮影しております。で、途中でですね、3時になった時って何か行動を起こした時に一瞬ね、画面が固まってログインが始まるって感じなんですけど、なんとね、起動しておくと3時をまたいで、そのまたいだ先のゲットチャレンジに挑戦できるということで、これね、いつまで使えるか分かんないけど、ちょっとやってみましょう。冒険に行くからイベントでゴールドゲット、こちらが今ログインしてない状態で、前日の状態だとゲーム内では考えられてしまっていて、また誤解できるようになるっていうのをまずは検証していきたいと思います。これが使えるようになると何で応用できるかっていうと、ジュエルゲットみたいな超重要でレアなイベントステージも、このやり方で5回しかできないのを6回できるようになると、これめちゃくちゃ美味しいですよね。ということで、僕はもう福引きもね、控えているので、お金をいっぱい稼いでいこうかなと思います。ということで、ゴールドゲットやってみましょう。当然ですけど、ゴールド 50% に、そしてクリティカルプラス 30%、 もうこのためにね、もうすでに買ってあります。逃がさない3ターンも使って、全部フルで使っていきましょう。さあ、うまくいくかな。でも SP カラーになってくれたんでね、ゆうくんが少しだけアップしている状態になります。さあ、いいのいるかな。まずは黄金の鍵だ、開けていきましょう。あ、いた。よし、王様の歯来ました。でも1体か、これですよ、きついの。いやー、キラちゃん以外全部マジか。全部直して攻撃できるようにしていけ。よし、よかった。危ねえ、マジで王様の歯マジで怖え。3万4000。よし、ちょっと開けながらいくか。ゴールドプラス10、一番よくない。黄金の鍵手に入れてほしい。金貨。さあ、黄金の鍵出てくれ。はい、残念。スタブタスタン。はいやべえ、今回しょっぺえぞ、これしょっぱいぞ。あれ、もういないの、ここ上。マジ？さあ、今回稼げたのが15万8000ですね。お金が15万8000、そしてゴールドプラス 10%、 しょぼいね。砂金もしょぼい。そして金貨、うん、黄金の鍵とか出てたら全然万々歳なんだけど、残念でした。はい、ということで、ここでログインが始まりましたということで、300ゴールドゲットしていきましょう。で、さっき1個消費されたはずなんですが、もしかしたらちょっとアップデートに直ってるかもしれない。どうでしょう。前はできてたらしいです。ほらちょっと待って、ジュエルゲット来てんじゃん。あ、これで分かりましたね。ジュエルゲットはこの技使えないんだ。うわ、まさかのここでのジュエルゲットおいしすぎるでしょ。ちょっと待て、これはもう、ちょっと待って、クリティカル速攻買いに行くけど、突然のゴールドゲットだ。1回ゴールドゲットは6回できました。でもジュエルゲットはできないということが判明しましたちゃんとログインした後にジュエルゲットが来るんだ。マジで不定期開催だね。今まで木曜で来てたんだけど、まさかのジュエルゲットでした。いやー、これはびっくり。じゃあもう早速カジノで、もちろんジュエルゲット最優先なんでね、コインを、買っていきます。クリティカル 30% を3つ、そして逃がさない3ターン、まあ、2つでいっか。これでもうガチガチに買いました。いや、まさかのジュエルゲットが来ると思わなかったな。しかもジュエルゲットコレクション赤字コレクション、なんか思いのほか時間差で来るんですね。ジュエルゲットで、今までプレゼントでいただいてたやつが、ゲットすることができました。これでジュエルもめちゃめちゃもらったんで、34ジュエルまで増えたやばすぎる、美味しすぎる。これはびっくり。今日ゴールドゲットだねと思ってゴールドゲットの準備してたんだけど、これジュエルゲットの準備しなきゃダメだ忙しいぜ、これはまた金がいるね。少し興奮の金。うわ、これ取ってこうかな。金の少し興奮教えてくれましたね。効果、なんか怒って強くなるんだったかな、確か。これ取っとこうかな。ちょっとレアだしジェルゲット来たしやりますか。へい金取っとこうっと。金の少し興奮。ちょっと大きいかなこの子。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また金の子が増えました、うちのパーティーに。さあそれではジェルゲット用のパーティーにしていきましょう。1人、ちょっと一旦戻ってもらいたいから当然ながらもちろんね、おさらいしますけどもジェモリを連れていきましょう。突然現れたジェルゲット。でも仕様がよく分かったなこれで。ちょうどよかった。ジェモリはお宝を落とす確率を 200% 上げてくれます。これで、相手のジエルのかけらとかねジュエルを落としやすくなるんで絶対に必須です。いやこういう時のためにやっぱ毎日ねこのブーストをちゃんと買っといた方がいいですね。1日ごとにちゃんと3個ずつ復活するんですけど、その来た当日は3個しか買えないんで、今日みたいにジュエルゲット5回ゴールドゲット5回10個必要なんですよね。だから最低でも10個は常にストックするレベルで持っとかないとちょっと怖いなっていうのが分かりました。もうみんな多分ゴールドゲットだから行くぞ5回は準備したぞっていう感じだと思うんだけど、ジュエルゲットが重なってくるとね対応できなくなっちゃうんで、僕ももうこれ今ねクリティカル 50% とかあるんだけどどうしようかな。クリティカル 10% にしようかな。ゴールドゲットの方は特にこういう時のためにカジノの景品はですね絶対に10個ずつ揃えとくっていうのがいいですね。特に逃がさないとクリティカル 30% の方 30% と3ターンの方ね。それではジュエルゲットいきましょうね。絶対にジェモリは入れてること確認、指差し確認してください。クリティカル 30% と逃がさない3ターン、これは忘れずに。ちなみに重ね掛けできるんでクリティカル 10% とかねほとんど使い道なんですけど、ここねもう2個つけてもいいかもしれません。特に 50% とかあれば十分だけど、まあ多分十分なんでね使わないですけど、2個もね重ね掛けできることを、覚えておいてください。それでは久しぶりの約1ヶ月ぶりじゃない？前回が確か8月の頭だったよね。来たぜジュエルゲット。よしで、前回も、言いましたけれどもこの最初の敵たちは倒さずに最初の敵から倒さずに奥からやるっていうのが重要ですからね。なんでかというとこのジェモリのね AP が20以上敵がいるので最奥からやっていくのがいいと思います。まあ、最奥じゃなくてもここで大丈夫ですね。さーて前よりは僕は強くなりましたよ。ラッキーダンスどんぐらいもらえるかな。このウインクがやばいんだよね。魅了されたりいっぱい。よし強い、いいぞ。全体ね3体攻撃4体攻撃できるようになってますから。J のかけら3つゲット。ジュエルキングジュエルを落としてくださいな。危ない。危ない。よしいいですね、一発で倒せる。さあ来たジュエル1ジュエルゲット。そしてジュエルのかけらも出た。ジュエルもゲットしてジュエルのかけらもゲットできる。神すぎる。へいあーやめてー逃げないでー。でも逃げてもね必ず同じように現れるんでそんなに気にしなくて大丈夫です。ジュエルキング眠ってんの？眠ってることあんの？寝ちゃってる。ごめんなさいね。おら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 。よーしキラ強えな。よしこの形最高ね。もうジュエル出ること確定だからこれ。ほら美味しすぎる。よしジュエル2個これ上振れたら相当美味しいよなやっぱ。オッケー。いやー神だった。イエイ、15ジュエルゲットすることができました。美味しすぎでしょ15ジュエル。1回に15ジュエルって5回で75ジュエルでもあ、ここしかもね、ここ2個あるんで17。やばすぎる。おいしい。さあそれではちょっとチケット使ってもう2周していきましょうかね。動画ではなんかさっきやった感じだと逃がさないそんなに必要なかったから、逃がさない2ターンでいいかな。これでいってみよう。はい、2回目の結果10ジュエルでしたしかも全然アイテム落とさなかったわけだけど、ひどくないこれ10ジュエルでも10ジュエルだからね、すっごい何にも出ねえなと思いながらやってたけど、ちゃんと10ジュエルゲットできてる。だから2個使ってるから、まあ、8ジュエル美味しいですね。でまたジュエル、あだから3ジュエルは確定で使ってて、で3ジュエルプラス10万ゴールド使ってるのか。逃がさない1ターンでもいいんじゃないかな。だんだんケチっていくっていうね。ジュエルの方はね、王様の歯より強くないんで、ジュエルキングが。だからこっちでいいような気がするな。え、すごっ、2個も出たね今。やば普通の敵で2個もジュエル出たよ。ああいう上振れが連続したらやべえよな。ジュエルゲット、スタミナチケットでやります。今回はね、ゴールドゲットもやらなきゃいけないんで、全部ジュエルゲット2回やってこの動画を終わりましょう。クリティカル 10% に逃がさない3ターン、これでいきます。で逃がさない3ターンはもうカジノでどんどんゲットしていく、これでいきましょう。さあ4回目はどうだったでしょうか。じゃがじゃん、13ジュエル、悪くないね。さあ最後5回目は何ジュエルだったでしょうか。11ジュエル、ちょっとしょぼいね最初が一番良かったなやっぱ。これでジュエルゲットは終わりました。じゃあちょっとジュエルのかけらを全部交換して、何ジュエル稼げたんだろう。ジュエルのかけらは58個、5ジュエル、よし。ということで結果93ジュエル、すっげえめちゃくちゃ増えましたまたジュエルめちゃめちゃ増えちゃったけど、こうだんだんね間隔がジュエルゲットまで長くなってるんですよね。そこが気になるところ。今回ねやっぱ夏休みのラストっていうことで、多分大盤振る舞いジュエルゲットゴールドゲットだったと思うんだけど、この先ねジュエルゲットがそんなにたくさん来るとはさすがに思えないので、ジュエルはねあんまりこう使いすぎないようにしようかなと思います。ということで、じゃあプレゼント見ていきましょう。で明日からなんですけど、ちょっと僕ねプレゼント受け取りとログインの動画がね出せないんですよ。ちょっと旅行に行くことになってて、なのでちょっとプレゼント受け取りはですねちょっと後の動画から復活しますので、急にプレゼント出さなくなったなっていうのは、動画撮れる環境にいないからという感じでございます。それだけ覚えておいてください。ということで、あだんだん名前が出てきてますね。フォロワー外だったのが今のうち弁当、クマックさん、まだフォロワー外の人もいるけど、レアさん、ちま来てください。ちょっと待って、花もぐらはちょっと飛ばしていこう。お、大分の証 KR さん、ありがとうございます。テザリングなし P くん、いろいろありがとうございます。ひなりゅうさんにカイオンくん、おファイヤー転がし、そしてアロポコさん島来てください。花もぐらで埋める気だな、島来てくださいさん。エルさん、キバコウモリ、パームヒドラさんが、花もぐら、またそしてピナさん、神狩りゴケかわいいねピナって、そしておにぎりさん3つ、そしてルアーちゃんで、またフォロワー外花もぐら梅がもう77だからね、やばいぞ。こんにちはさん、こんにちは LGM さん、そしてイクトさんが冷国鳥の証、イクトさんいっぱい、 KS さん、ありがとうございます。カエンマイマイという感じですかね。そら豆さんもおまた金玉、ゴールデンハム、また金玉ありがとう。うんでベポさん、また花もぐらめちゃめちゃ埋めてくるな。おジュエル小僧の証、ガイオンさん、ありがとうございます。ということで受け取っていきましょう。じゃん、38まで減りました。おお、ありがとうございます。ちょびっと埋まりましたね。はい、ということで今回の動画のまとめですけれども、ジュエルゲットは6回はできませんでした。ただしゴールドゲットみたいなこう工場っていうんですかね、常にくるくる回ってるやつはゴールドゲットね、6回やることができるんで、この技は覚えておくといいと思います。どうしてもお金がね足りない時とかはゴールドゲット6回やってね、たくさんゴールドを稼いでください。ということでジュエルゲットでね、たくさんジュエルゲットできたので、僕はゴールドゲットでね、またゴールドをたくさん復活させて、いつか来るねまたジュエルゲットに準備したいと思います。今回の教訓ですけれども、カジノでやっぱりクリティカル 30% 逃がさない3ターンは常に10以上ね、10個はストックするようにした方がいいなと思いました。こういう風にね、レアなねゲットレアなゲットがね2個連続で来られると、やっぱりね3個ずつ買ってたんじゃ対応できないんで、それを注意してください。ということでよかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。